こんにちは、あきらです。ソーシャルメディアの普及により、個人がより多くの人、世間に向けて自分の意見や持っている情報を発信できる時代になりました。今、生放送でお送りしているユーストリーム、あるいは YouTube、あるいはブログ、Facebook、Twitter、日本ではミキシーといった媒体でですね、個人が自分の意見を全世界に向けて発信できる、ね、一昔半ぐらい前までは考えられなかったようなことが今手軽にできます。一昔半ぐらい前まではですね、自分の意見を多くの人に知ってもらおうと思ったらですね、マスメディアに投稿するしかないね、あるいは自費出版するしかない、街頭に出て演説するしかないっていうね、なかなかハードルの高いことをしなければならなかったわけですが、今はパソコンがあれば手軽に自分の意見を多くの人に発信することができます。ということでですね、正義感の強い人がですね、今こんな、戦争が地球の裏で起こっているとかね、こんな独裁者がこんなひどいことをしているとかね、人民を弾圧しているとかね、あるいは、まあ、表の政府がですね、表の政府であろうとですね、そういう人たちが国民を騙してこんな悪巧みをしようとしていると、ね、影の支配者と組んでですね、一般の人から搾取しようとしているとかね、あるいは動物を虐待している人がいたら、そういう人たち、こんなことは許しちゃいけないということでね、正義感から、そういうことをやめさせよう、ね、悪いことをやめさせよう、とかね、こういう人たちは許してはいけないということで、そういう情報を発信して、拡散しようと、している方も多いようです。ね、その動機はもちろん正しいことです。ね、そういう良くないことっていうのが実際に行われている。多くの人がそれを知らない。もっと知ってください。知りましょう。そして、そういうことをみんなの力でやめさせて平和な世の中を作りましょう。ね、愛のあふれる世の中にしましょうと。悪い人たちがね、悪いことをしないように、人や動物を傷つけることのないようにということを、訴えたくて、そういうことを自分のソーシャルメディアで発信、されている人も多いかと思います。はい。その中でですね、気になることっていうのがあります。私がそういう、記事というか投稿を、目にしたときにですね、ちょっとこれはっていう思うことが、残念ながらよくあります。というのはですね、正義感からしている投稿がですね、逆に、一般の人をね、何も知らない一般の人たちに不快な思いをさせてしまうということが、往々にしてあるということなんですね。まあ、その悪い人たち、人を傷つける、戦争をするとかね、あるいは、騙すとかね、あるいは動物を傷つける、虐待するという、そういう人たちを、その行為を、そういう人たちにその行為をやめさせるという動機で、行っている投稿の中にですね、あ、もうこんなバカがいますよとか、こんなやつ死ねばいいとか、はあ、一体何をやってんだこいつらはとかね、そういうコメントを同時に投稿している人が、結構多いんですね。多いというか、ちょくちょく見かけるんですね。これは非常に残念なことで、本来の目的は平和な世の中にするために、皆さんに情報をシェアしているはずがですね、そういう、こんなバカがいるとか、こんなやつは死ねばいいとか、はあ、一体何を考えてるんだ、このアホがとかね、そういう非常にネガティブで、人を攻撃するような内容の単語が並んでると、それを見た人っていうのはね、まずその記事の本質に行く前にまず嫌な思いをしてしまう
ということですね、嫌な感じを受け取ってしまう、ネガティブなパワーをもらってしまうということですね。もちろんね、そういう投稿をしている人たちの友達とかね、その人たち、その人の記事が好きで、その人の記事をよく見る人たちっていうのはね、共感して本当にけしからん人たちですなとか、コメントしてくださるんですけれども、もともとそういう人たちはそういうことに関心のある人たちだから、そんなにね、何も知らない人たちに知らせるという目的を、そこで達成してるわけではなくて、ただ単に共感し、いつものように共感してくれる人たちが集まってるっていうだけなんですね。本来その記事を投稿した目的っていうのは、何も知らない、ね、一般の人たちに知ってもらうため、そして、世の中を平和にするため、愛あふれる世の中にするために、たくさんの人に読んでもらいたいという思いで投稿しているはずなんですよね。それが逆にネガティブな言葉のオンパレード、バカとかアホとか死ねとか、はあ、何やってんだ、もういい加減にしろよとかね、もうこんな人たちとは付き合ってられない、付き合ってられないよとかね、そういうような言葉が並んだ、投稿、コメント、記事をですね、目にした一般の人、まあ、どういう反応、どういうふうに思うということを考えると、それは、良くないんじゃないか、使ってはいけない言葉、使ってはいけない言葉なんじゃないかというふうに思いますね。人はネガティブな言葉からいい気分になるということはありません。人がその言葉からですね、元気になるとしたら、それはポジティブなものだけですよね。はい。やっぱりいくらね、悲惨な戦争とかね、なんか一般の人が騙されて、政府によって、あるいは影の支配者によって騙されて搾取されてるとかね、動物を虐待してる人たちがいるっていうことをね、知ってほしいとしてもですね、そこに投稿する内容がネガティブな言葉ばっかりであると、人々は引いてしまう、一般の人は引いてしまうということですね。あ、この人またこんなこと投稿してるよっていうことで、あなたの記事、もう見ることがなくなる、ブロックしてしまうということになりかねません。そうすると本来の目的っていうものが、全く達成できないどころか逆効果になってしまう、ね、せっかく多くの人に、ね、知っていただきたい、平和の世の中にしたいと思うのに、あなたがやっていることは、それは、一般の人たちを不快な気持ちにさせ、そしてあなたの、意見するところから離れさせてしまうという、皮肉な結果を招くんですね。はい。そればかりではありません、ね、ただ単にもうあなたの記事を見ないとかね、ブロックする、ブロックされるっていうね、だけではなくて、あなたという人の人間性っていうものを疑われてしまいます。バカとかアホとか死ねとか、そういうことをね、はぁとかね、そういうネガティブな言葉を並べていたら、あなたは、この人はマイナスな人だな、ネガティブな人だなとか、性格がきつそうだなとかね、悪が強いなとかね、そういうふうに思われかねません。はい、せっかく正義感からやっている投稿、正義感から、世の中を良くしたいっていうね、いう思いから投稿しているはずなのに、逆にこの人は、人を不快にさせる人だとかね、性格悪い人だとかね、悪の強い人だっていうふうに、全く逆の印象を持たれてしまうっていうことなんですね。本当に私は、そういうふうな、逆の結果、皮肉な結果を招くっていうのが、残念で仕方ありません。せっかくね、本来その投稿をしている動機っていうのがね、良い動機、正義感からする、ものっていうことは分かってるんですが、そういうふうに、分かってくれる人っていうのは残念ながら少ないです。ただ単にそこに並んでいる言葉、ネガティブな言葉の数々を見てですね、ああ本当に嫌な気分になるなと、この人の投稿はもう見ないでおこう、この人はやっぱり変な人だ、変わった人だっていうふうに、思います。それが普通です。ということでですね、今日も、この放送ですね、今日
こういうことをお話ししようということを、この2、3時間考えて、話をですね、頭の中で練っていたら、私も気分が悪くなってまいりました。本当です。悪い言葉の持つ、ネガティブパワーっていうのはね、本当に本当に強大なもので、あなたの気分だけではなくて、体調もね、悪くしてしまうということになりかねません。一般の方ね、一般の方々に事実を知ってほしい、目を覚ましてほしい、みんなで明るく平和な世の中にしてほしいという思いでした投稿が、逆の結果を招く。そして、あなたの思った意図です、意に反するような作用を多くの人に行ってしまうということを覚えていただきたいと思います。ね、せっかく正義感からやっている投稿、ね、行動をですね、正しく理解されて、そして実際にあなたが思ったように明るく平和で、愛あふれる世の中に、ぜひ、しようではありませんか。私もしたいと思っております。ぜひ、明るい言葉、楽しい言葉、ポジティブな言葉を使ってですね、ネガティブな言葉は使わない、ね、特にね、多くの人が見ることのできるこのソーシャルメディア、SNS というところではですね、決してそういうネガティブな言葉を使わない、表明しない、ということを、念頭に置いてですね、素晴らしい投稿をしていただきたいというふうに思っております。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。